検査キットを寄贈したのは宇佐市で医薬品を製造するアドテックですきょうは宇佐市役所で寄贈式がありアドテックは市に歯周病のリスクを検査するキット250個を送りました市によりますと歯周病によって早産や低体重児を出産するリスクがあるということです検査キットは唾液を採取して原因菌の有無を判定するもので 妊娠中に適切な口腔ケアをすることが目的です配布の対象は今月以降に母子手帳などのために市に妊娠届を提出した人で順次市役所などで配布される予定です市は早めにリスクを見つけて口腔ケアをすることで安心して出産に臨んでほしいと話しています